どうも、ここはさやです。そして、ドラゴンの弟子、とみちゃんです。どうもよろしくお願いします。はじめまして。はじめましてですね。はい。いやー、とみちゃんさん、はい、どうですか、緊張してますよ。めちゃめちゃ緊張してますまあ、それはそうですよね。はい初の出演ということで、ね、はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介だけ。はい、出身は、はい、神奈川県の出身でして、はい、で以前は料理をやっておりまして。マジですか。そこから何料理ですか。日本料理やっておりました。マジですか。はい。なんか噂によるとすごい腕があるっていう。いや、そんなことはないハードル上げないでください。いや、これ実はですね、僕ら同級生だったっていう。はい。95年生まれで。懐かしいですね、あの頃が。懐かしいです。ルビサファ世代ですね。ルビサファ世代っすね。はい、これ伝わるかな。わかるでしょって。今週末は何があるんですか。説法祭が。説法祭ございます。説法祭、秋ですね。秋の説法祭がございまして。説法祭、まあ、もともと、これはスノーピークユーザーの方に、はい、感謝を伝える場として、はい、込めて、はい。はい、まあ、限定品になったりっていう。そうですね。はい。やらせていただくんですけど、さあ、今回の限定品、はい、どんなものがあるか、ちょっと簡単に、ざーっと、はい、見ましょうか。まず、一つ目が、はい、ランドロックサイドタープアイボリーという。おぉ、サイドタープ。はい。ランドロックのアイボリーのユーザーさんとかだと、はいはいはい、サイドパネルから出るときに、ひさしとして使えるような、うん、なオプションで付けられるサイドタープが今回出ます。はい、確かに、ランドロックって横は跳ね上げできないですからね。そうなんですよ。うん、そこでさらに、このスペースとして有効に活用できたりっていうところが、はい、なるほど、できますので。しかも色がアイボリーと。そうなんです。おぉ、アイボリー好きにはたまらないアイテムなので。なるほどです、はい。これがまず1個目と。1個目で。はい。はい、そして、カエン鍋。カエン鍋。はい。ほう、これは、中華鍋ですね。ああ、そうですね。以前あったんですけど、中華鍋と、はい、ゴーエン、スノーピークの、はいはい、ゴーエンで使っていただく、うん、ジョイントと、はい、鍋と、お玉のセットになってます。で、やっぱ IGT で使えるっていうことですよね。はい、そうですね。はい、IGT で5円セットしていただいて。はい、中華鍋は使うんですか。中華鍋はあんまり使わないです。はい、まあ、そうですね。はい、和食やっちゃうんですね。そうですね。あんまり火力を出すのはあんまり使ってないです。ただ、チャーハン作るときにはやっぱり必要になる。ああ、なるほど。そうですね。僕、チャーハン好きなので。あ、そうですか。はい、まあ、そういった時には、はい、やっぱりこの火力と、ゴーエンの火力と、あ、そうですね、この中華鍋合わせていただいて、はい、はい、必要なんでね。はい、じゃあ、カエン鍋が2つ目ということで。はい、で、さらに、はい、ステンレストレーのワインユニット、ブラック。ああ、ブラック。はい、と、あとはリットトレー、ハーフユニットの方ですね、はい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 、のブラックのカラーが今回、あったり。そうなんですね、はい。何年か前に IGT のブラック出ましたもんね、そうですね。はい。なるほど、なるほど。それで黒、ね、そこに合わせてもいいですし、はいはい、あとは、今年の新商品のセパレート IGT。はいはい、そうか、そうか、そうか。はい、ブラックのカラーに合わせて、はいはい、ああ、なるほど。ちょっとブラックにしようかなっていう。はいはいはい。これ人気でそうですね。はい、いいと思いますよ。結構いいんじゃないですか、はい。なんかすぐなくなっちゃいそうなんで、そうですね。お早めにって感じですね。はい。そして、はい、アロマスプレー。アロマスプレー、はい、ほうが今回出るので、なんか、今までにない新しいですね。焚き火と楽しむアロマスプレーって言って、服についてしまった、はいはいはい、焚き火の匂いに、あ、まあ、あれはね、あるじゃないですか、あるあるじゃないですか、あるあるです。そこに重ねて、吹きかけていただいて、その匂いを楽しんでいただくっていうのも、もちろんいいですし、あとはこう、テントの中に吹きかけたり、寝袋にちょっと、はい、あ、はいはいはい、ちょっと寝るときにリラックスしながらいい香りで寝ていく。なるほど、なるほど。はい、アロマスプレー。そうなんですよ。じゃ、こういうシュッ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 ってやって、こういうこういうこういうつけてシュッシュッシュッしていただいていつでも後だからね、はい、そうなんです。で、2つ香りがございまして、はいはい、ウォームオレンジっていうのと、あとはディープウッドっていう2種類の、はい、
香りがございまして、まあ、オーブオレンジっていうのは結構こう柑橘系のオレンジのベースにした香りで結構温かみのある香り、なるほど。で、はいはい、ウッドの方は結構こう本当に森を感じるような森を感じる、はい、森の静けさを感じる、静けさを感じる、凛としたちょっと、なるほど、大人な香りでございます。あ、いいっすね、はい、なんかスノーピークらしいな、はい、いいですね、それちょっと欲しいかも、はい、いいですよ、はい、すごいもうあのボトルとかもすごい可愛い、ああ本当ですか、はい、おしゃれな感じで、おしゃれなボトルなので、これちょっと必見ですね、はい、必見でお願いします、お願いします、はい、あとは SPS 限定のアイテムになるんですけれども、はいはい、SPS のアパレルのスウェットですね、はいはいはい、スウェットの、限定の別注カラー、セッパーサイの別注カラーはいはい、っていうのと、あとはお布団ショルダーポーチっていう、サコッシュですね、おー、はい、なるほど、っていうのも今回 SPS 限定で発売いたします。というわけで、はい、どうですか説法祭、まあ富田さんあれですもんね、ここ来て初めての説法祭ですもんね。そうですね、初めて、なんでまあ本当に多くの方にいらっしゃってくれたらすごい嬉しいですし、はい、嬉しいです、はい、あのぜひちょっとスノーピーク今週末はもう大注目してもらってね、はい、あの説法祭楽しんでもらったらいいなと思いますので、はい、あのお店でお待ちしてますので、お待ちしてますね、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、じゃあチャンネル登録と、はい、いいねを、いいねをよろしくお願いします、お願いします、お待ちしてます。